武士も。一人で映画を見るのも好きだけど、隣にあなたがいるのも悪くないわね。はい、どうもジルです。今回はですね、この劇場版でもらえるマキちゃんのシリアルコードで手に入れたのエスレアマキちゃんのですね、 AB 型の特徴、こちらのサイドストーリーを、やっとね、昨日だったかな、ちょっと解禁できたんで、そちらの方を見ていきたいと思います。で、後半は動画の後半では、ただ ね、テストの点数なんてサイドストーリー見るだけっていう動画もあれなんで、勧誘チケットが確かいくつか持ってたはずなんで、そちらの方をちょっと回していきたいと思います。自分はですね、やっと昨日か、昨日6月27日土曜日見てきました、劇場版。暑いからって引きこもってるんじゃないでしょうね。色紙で自分マキちゃん推しなんですけど、マキちゃんもらえたんすよ。はい、いやー嬉しかった。はい、まあいいや、そんなことはまあいい。じゃあ早速見ていきたいと思います。これだ。はい、ダウンロードしますか。 OK、 ーー、ね、さあ行きましょう。その間マイクはミュートにしておきます。みんなと叶えたいことは何かって、急にそんなこと聞かれても困るんだけど、強いて言えば思い出をたくさん作ることかな。私、ミューズに入る前は勉強とピアノレッスンばかりの毎日だったから、これといって思い出もなかったのよね。今はたくさんあるかな。こんなに毎日が楽しくなるとは思ってなかったし、こんなに信頼できる友達ができるなんて思ってなかった。まあ本人たちの前ではこういうこと言わないけど、調子に乗る子とかいるし、これからもいろんな思い出が増えるといいな。言っておくけど、あなたも思い出作りに協力するんだからね。海のお姫様か。いやマキちゃんにはぴったりの格好かしら。いいですね、ぜひ協力したいですね。劇場版良かったですね。自分見てきたんですけど、やっとねちょっと余裕が出たもので見てきました。すごい面白かったですね。来週も行きたい。好きに選べばいいわ。来週は確か3年生の色紙だったかな。2個の色紙が欲しい。まあ来週もちょっと多忙なんでいけるかどうかわかんないですけど。はい、じゃあ早速こちらかな、これ、あ、違う、こっちだ。はい、これか、23枚あります。5枚で1回回せるんで4回か、なんか微妙だな。52個、いや4回、はい、4回回していきます。何が出るかな。マキちゃん出るといいな。前はね、あの幽霊マキちゃん引くっつって5万ぶち込んで1枚もね、幽霊マキちゃんが出なかったと。はい、1枚しか幽霊出てないなくて海ちゃんでしたと。はい、今この間分回した分は頑張って絆ポイント集めてます。はい、よし行こう。マキちゃん出るといいな。うん、1回目でいっ。おー、エスレア。お、ニコニーかわいい。あれ、これ持ってたっけ。トリコにしちゃう、されてます。はい。はい、行こう。
あと3回マキちゃん聞いてみてください。カモン。お、ユーリアだ。お、ニコニハンテン出た。あ、しかもこれ持ってる。やった、重なった。マキちゃんじゃないけど嬉しい。いや、自分ね、あのミューズメンバーの中でマキちゃん一番好きなんですけれども、他はね、あのニコとエディが好きなんですよ。つまりビビが好きなんですよ。いや、これ嬉しいな。やった。いや、あのすいませんね、ちょっとね、あの病み上がりであんまりちょっと体調悪くないんでテンションが上がりきらない。うん、うん、まマキちゃん、マキちゃん来てくれ、来い。あと2回。おお、揺れあった。マジかよ。おい、出たよ。今度エリだ。マジか。しかもこれ持ってる。あ、違う、これ3枚目だ。出た、やった。お、なんかあた引きがいいんじゃないこれ。確かあれだよね、勧誘チケットん、なんだっけ、補助チケット、なんかこれでもらえるユーリアの確率って、あ、でも 20% か、5分の1か。うん、次もユーリアだったら確率すごいっすよね。マキちゃん、レッツゴー。あー、やっぱそうなことはないか。おー、のんちゃん、そんなことはないか。15秒ごとに 39% の確率でスコアが385増える。うん、いやー、でも申し訳ないな、スマイルね、スマイルはもうデッキっていうかあれができちゃってるんだよな。もう完全ビビで、うん、はい。ということで、部員のみんなはどうしてる？あれ？なーに？これ、つまりちょっとあれですけど、海の日、クールで冷静沈着？どれだっけ？優勝順位。はい、ニコが2枚、エリチが1枚、のんちゃんが1枚。お、3年生か、全員3年生か。それも確率すごいな。はい、ここにちょっとのんちゃん映ってないんですけれども、これ4枚いきました。2分の1の確率でユーリアが来たと、すごいな。よかったよかった。あ、これこの間の動画で重なったやつ。はいはい、まあね、最初はマキちゃんのね、劇場版でもらえるシェアレコードのサイドストーリーの方をやって、後半は、まあ、チケット5枚使って S レア以上の S レア、U レアのガチャを引きました。ね、まあなんか今ねプランタンとかやってるから、もしかしたら近いうちにビビが出るかも。うん、この間リリフォアだったもんね、俺が回した時ね。で、今回プランタンでしょ？次、ビビが来る可能性高いんで、もうビビ来たらもう自分、はい、金に物を言わせてぶん回していきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。